今日月曜から気持ちはブルーなら俺とエンジンかけてさ、ブルンブルンブルン、お久しぶりでーす。やってまいりました湘南。いやー、俺初めて来ました湘南の海岸沿い。過酷なマラソン大会があるというふうに聞きまして、まあマラソンといえば僕滝沢翼かなというふうに思ったので、まあ、今回それに挑戦していこうと思うんですけれども、さすがにこの暑さちょっと僕だけじゃ無理かなみたいな。俺のターン、ドロー。大家召喚。出すもの出して、素直になりたい君と君、そして僕。大家その過酷のマラソンって言ってたやつ、はい、まあ俺去年、はい、木曜レッドの浅田純也と一緒にやっているんだけど、ちょっと今日対策いろいろしてて。あ、そうなんですね。そう、もうね、朝から水、はい、もうこれ2本目なんだけどね。え、ちょっと待って、この大きさっすよ、うん、この大きさで2本目。え、どうなってるんですか。もうちょっと水ぶち込んでは来てるんだけど、はい、すっごいおしっこ行きたくてだからか、ちょっと前傾してるけど、だからか笑わせないで、笑わせないで、本当に月曜日の大家くんと翼が、なんと塩出し昆布マラソンに挑戦するということなんですけど、呼び捨てされてる、嬉しい。去年ね、参加させていただいたんですけど、これめちゃくちゃ大変で、うん、翼はね、初めてだと思うんですけど、大家くん、ビール飲んだらあかんで、絶対絶対あかんで、水分はちゃんと取ってね、極力取っていただいて、熱中症にならないように頑張ってください。大家くん、ビール飲んだらあかんで二人は今日飲みません。飲みません。飲まないで行きましょう。いただいたとしても飲みません。はい、はい、もう当たり前です。絶対に、絶対に、はい、誠心誠意、うん、このマラソン大会を走り切る、うん、はい、約束します。ちょっと僕初めてこの大会に参加させていただくんですけれども、人間塩出し昆布マラソン大会って一体どんな大会なんですか。マラソンの走ったタイムを競うのでなくて、はい、走った前と前後の体重の差を競う大会なんです。なんじゃそりゃ。え、初めて聞きました。昨年に引き続き参加したのは人間塩出し昆布マラソン大会。今回猫舌マラソン部は昨年の倍の距離 10km の部に挑戦します。僕ら走るに向けてちょっとポイントみたいなコツとか、まあ給水もしつつ、はい、やっぱ暑いんでテンポ上げすぎるときつくなってきてしまうので、はい、まあ自分のペース維持しながら、はい、早く行けばいいってわけじゃないんでね。なるほど、はい、もうマイペースにゆっくり行きながら、はい、まあしっかり塩出しすると。いいですか、乗りますよ。はい、どうぞ。レッツゴー。これついてます。測定、はい、着きました。 70.2 ですね。靴下の状態で乗ってください。靴下、渋いな。渋い靴下履いてるね。 59.1。ひときわ目立つ方々がいらっしゃったので、ちょっとお話を伺いたいと思います。こんにちは。こんにちは。元気、皆さん、すごい衣装ですけれども、あなた方はどういった集団なんですか。KNT ハマー。今日も激しいダンスは、はい、やるんですか。やります。皆さん、腰を皆さん一緒に動かしますよ。若干癖がもう出ちゃう。渋滞してるのよ。そうですよね。毎回ダンスパフォーマンスや救護ランナーなどのボランティアとして参加している KT ハマーの皆さん、今回もマラソン前の準備運動として楽しいダンスを披露してくれました。大家くんと俺のうちは持ってるよ。行ってきます。行ってきます。いや、嬉しいな、沿道の応援が。これね、本当こまめに水分補給取らないと、しないとぶっ倒れる気温だと思う。普段都会にいるとこんな景色絶対に見ないから、すごい目の癒しにもなりますね。夏最高っすね。給水所？え？給水所だけで冷たくなるかなと思って。アイスだ。
どこまで走るんだこれ。ここ長く感じるね。精神的にいきますやっぱ。ここは去年走ってないエリアだから。あ、そうなんだ。5キロだったからか。そう、今折り返し来る人は5キロの、あ、10キロの人。お疲れ様です。折り返し来ました。来たー。さすがだね、翼は。なんだかんだだ。あれ、親君また追いちゃっちゃった。俺もロレツ真ん中だった。この辺にキンキンのビールがもう頭の中にも。あ、ちょうどだ。嘘、オリオンさん、そのタイミングで来ます。あ、折り返し、すぐそこ。ちょい行きます。ちょい行く。せーの、KT パワー。ありがとうございます。楽しい。3分ほど。はい。あ、きついですね。シンプルに。ちょっとここらで一発踊っとこうかな。オッケー、行きましょう。すごいな。全然大丈夫なんですけど、うん、手がしびれて。マジで？やばいよ、やめよう。水飲んで。どうしよう、行こうかな。すいません、ここら辺も取材させていただいてるんですけど、少しだけお話をお伺いすることもいいですか？じゃあ美人の頃呼びます。おー、今皆さん何されてたんですか？フラ教室の皆さんでバーベキューをしてます、はい、フラ教室、はい、今マラソン今そこの走ってるんですけど、今挑戦してるんですけど、ちょっと喉かわいいです。あ、何がいいですか。いいですか。あ、じゃあそれで、すいません、ありがとうございます。お酒いただきました。せーの、乾杯。ありがとうございます。最高、最高、やばい、しみる。冷えてる。めっちゃキンキンです。キンキンに冷えてやがる。ありがとうございます。ここがやばいですね、汗だく。これだけ絞ってみてもいいですか。ちょっとやばいっす。まあまあ、うん、ありがとう。仰いでもらっていいですか。あー、助かる。ありがとう。ありがとう。頑張るわ。ありがとう。ありがとう。頑張るね。待って、ここゴール？ゴール。どうする？バービーする？バービー、バービーしましょう。みんな10回カウントお願いします。せーの、1、2、8。10。おいありがとうございます。今飲んじゃダメでしょ。だよね、そうだね。ありがとうございます。さあ、お帰りなさいませ。来た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 。ナイスランです。お疲れ様です。ちなみに僕の記録はマイナス 2.1 キロ、そして大谷くんはマイナス 1.7 キロという結果に終わりました。率直な今の感想をお聞かせください。はい、あの昔からあの、はい、汗かきの体質だったんですけど、大体損することばっかりで、学校に体操服2枚持っていかなきゃいけないとか、そんなことばっかりだったんですけど、この大会のことを知ってずっとエントリーしたかったんですけど、いつも
エントリーしようとすると、はい、もう満員で、エントリーできなくて。あ、じゃあ今回が初めて。今回初めて、3年越しにやっとエントリーできまして減量したあの数もすごいですけど、朝ちゃんと食べられたって話をされてましたもんね。はい、食べないと減らすものがないかな。確かに食べないとダメか。いやですね、飲み物だけじゃダメだってことが分かりました。いやもう本当に今までで言葉が一番出てこなかったです。マジで？そんぐらい暑さにやられましたね。このねマラソンはね結構しんどいこの海沿いを走れることによって夏始まったのを自分で感じられたので。ああいいね。そう、それをなんか皆さんにもお届けできたかなっていうのは。来年こそは絶対1位目指せるように精進します。来年もまた来ます。よろしくお願いします。